リオンカンパニーで今日の動画は夜のね、夜のスキンケアということでパックした日をやっていきたいと思います。で、邪魔になるので、まあね、31日、今日が29日なんですけど、まあ、2月になったら捨てようと思ってる書庫に噛みつかれたね、あれなんですけど、メガネも捨てるんですけど、まあね、お風呂上がってきて1回ね、化粧水を入れた段階なので、まあいつも使ってるプラチナレーベルので、もう一回手で入れていきます。これをね、まあ2回手で入れて、最後パフで入れます。こういう感じで入れます。まあこれをパックした日でもしなかった日でも、まあ、化粧水の入れ方は、まあ、忘れて、まあ、2回の時もあるんですけど、まあね、パフにとってこうビダビダになるまでやったらこういう感じで優しくね。毎月ね、2月以外は2回やってるので、もっとね、毎日する人もいると思うんですけど、私は毎月10日と29日やってて、こうしたらパックをしていきます。パックは、あのリオンのインスタグラムの美容系の方でやってますので、パックをしていきます。まあ、気になった方はあのインスタの方を確認してください。と、動画の概要欄から飛べます。まあ、こういうね、目から合わせていくので、うつめ、私パックへくっつけるのほんと下手なんですよ。ほんとパックつけるの下手。こういう感じでつけて、あのパックの後ろにやる分数が書いてあるので、私は今はそれの一番少ない時間帯をやります。で、10分だったのでキッチンタイマーで10分待ちます。ね、ダイソーの初期のやつですね。あ、この間10分待ちます。いつもはまあ YouTube 見たりしてます。この時間は YouTube 見るときはこういう感じでね、こんな感じになります。このメガネも、このメガネも壊されて別のやつなんですけど、ここのレンズのとこが割れてるので、それもね、同じく
2月になったら捨てようと思ってます。どうしようかな、編集しようかな。まあいいや。YouTube は、
あと2分か、長いな。あと1分。ほんと声優さんいい人ばっかやな。あ、充電。なん、パックを取ります。まあね、他の人はこのね拭いたやつで拭くと思うんですけど、4は捨てます。捨ててこのねコットンで拭き取ります。多分今日は美容液は良いので美容液は塗らなくて、ニューイヤーで顔は終わろうかな。あ、こんな感じで拭いたら
踏みたら、これ編集するよりライブの方がいいかもしれない。ライブ方式の方がいいかもしれない。ニベア塗ります。適当にワンプッシュ。まあね、前にも言ったと思うんですけど、青のチューブは伸びないので、青を使いたい方はカンカンをおすすめします。ほんとね、チューブ使ったことある人ならわかると思うんですけど、ほんとね、もうテクスチャーめっちゃ硬いからっていうぐらい硬いので、お気をつけてくださいね、青買うときは。白は私が使ってるやつは伸びるんで。ほんとね、何なんだろうね、なんで青がチューブだと硬い、あんなにカチコチカチコチしてるんだろうね。顔はこれで終わったんですけど、手に移ります。このね、ワセリン、まあ、ジャスコブランドのやつなんですけど、これもね、テクスチャー硬いんで早く使い、このね、ささくれちゃんを起こすので、起きないように手にね、塗り込みます。塗り込み。こんな感じで。これは同じく取って、ほんとね、ささくれ起こしやすくて、リオンは、これを怠るといつの間にかささくれできます。ささくれなりやすい人はね、こんな感じでね、ささくれ予防。塗ったくったら、まあセザンヌのリップバーム、まあこれ塗ったからといって乾燥しないわけじゃないんですけど、とりあえずで、最後は手全体的にね、保湿します。まあ眉使う時もあれば、まあこれはね、もうお出かけ用バッグに入れたんですけど、このね、同じダイソーのこっちは結構ね、まあ結構匂い好きな人はこっちの方が好きかもしれない。ハンドクリーム、ハニー&スクワラン配合のやつと、これは基本的お出かけ用で、たまに家にいる時も使いたくなるんだけど、まあ基本的はね、このバーユの D ハンドクリームのやつで、こっちよりベトベトしなくて、まあね、このお出かけ先の難点、これは蓋をなくしやすいタイプなんですけど、こっちはね、こういう式なので、まあね、持ち運びはこっちの方が楽かもしんない。こういう感じで、まあ、片手に出して結構伸びやすいんですけど、匂い的にはこっちの方が好きかもしんない。このバーユの方はそんなに匂いっていうか、そんなにいい香りではないので、まあ好き好みがこういう風にね、一個ずつ馴染ま、片付け終了。同じくこっち出して塗り込みます。塗り込んで、ちょっとでもね、手が細くなり、ほんとね、
皆さんは多分ここら辺、ここら辺って8号とかだと思うんですけど、8号とか9号でも大きい人いると思うんですけど、絶対ね8号9号この3指全く入らないですから、小指で8、9号ぐらい、本当にちゃんと手、まあどちらもダイソーで売ってるので、まあ気になった方はダイソーへ。出しすぎちゃった時はここら辺まで伸ばし、こんな感じで、まあ今日は二重やらないんですけど、あと二重も、あれ？ここに昨日入れた気がしたんやけど片付けたの。まあ二重をやって癖付けをする時も存在する。でどこに行った？早く二重になりたいんですけどね。まあこんな感じで、パックした日にやることでした。こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。